黒部峡国鉄道、エドブ型電気機関車は、黒部峡国鉄道が2012年に導入した直流用電気機関車である。輸送効率の向上と、資材運搬能力の強化を目的に導入された機関車であり、2011年10月に、エドブ34、エドブ35が、エドブ36、エドブ37が2019年5月、関西電力名義により川崎重工業で、 作成、2012年6月に資材輸送貨物列車で運転を開始した。同年7月からはトロッコ列車の牽引に使用されている。イベット阻止による2レベル、電圧型 PWM インバータ1機で2台の電動機を制御する 1C2M 構成のインバータ2群で構成された VVVF インバータ制御としており、日本の私鉄電気機関車では初の採用となっている。 制御装置の小型化、軽量化のため、補助電源装置は、VVVF インバータ装置と一体化されており、イベット阻止による2レベル、電圧型 PWM インバータにより、CVCF 制御としている。主電動機は、全閉事例方式の誘導電動機としており、完全密閉型とすることで外部からの陣愛の侵入を防ぐ構造としている。また、 駆動方式が吊りかけ駆動方式のため、主電動機の車軸側には、アクスルローラーの部品が取り付けられているため、主電動機の外枠は特徴的な形状となっている。電気ブレーキには回生ブレーキと発電ブレーキを併用する回生・発電ブレンディングブレーキを採用しており、下り坂などでのブレーキ時には、そもそも即ブレーキとして回生ブレーキを可能な、限り有効に使用することで、 省エネルギー化が図られているが、発電ブレーキでも、そもそも即ブレーキの全負担を可能としている。また、発電ブレーキは、VVVF インバータ装置内に内蔵された、ブレーキチョッパにより作動しており、屋根上には発電ブレーキ用の抵抗器を2箱1、ブロックを1軍としおたものを2軍搭載して、防雪カバーで覆う構造としている。ありがとうございます。